ってきました。2時36分です、ブーツちゃんがいきなりお出迎え、そして珍しくマロンちゃんもお出迎えです。どうしてんのブーツちゃん、チュール欲しいのかな。よいしょ。ちょっとチュール持ってきますか。今あの小屋の前に荷物置いちゃったんで、マロンちゃんも欲しいな。今日はねずっとねミルクティーとねあの岩場お散歩してきました。インスタのミルクティー仲間さんと、そう、そのミルクティー仲間の、女性の方なんですが、彼氏さんが看護師なんです。なんか、安心します、看護師さん。看護師が近くにいると。ちゃちゃまり久々。お前、でっけえな、相変わらず。よし。じゃあちょっとおもちゃ持ってくるか。おもちゃとチュールな。